皆さんこんにちは、みなこ先生やでーと言いつつ、まあ、ちょっと関西弁で楽やから喋ろうかなって思うんですけど、今回は関西弁教室ではありません。今回はですね、なんとみんな大好き MC からついに優勝商品が届きました。イエ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 イ、まあ、なんか私よくわからないんですけど、結構ツケがあったみたいで優勝した回もあったかもやし、優勝戦区で同率優勝みたいな結構なってた気がするんですよね。で、同率優勝なったから、ちょっとプラスアルファいいものにできますよみたいな、なんかそういう何プラスアルファみたいな感じで置いといた分を総合してですね、今回優勝商品をもらいました。っていうのも、まあ、イギリスにいるうちにせっかくやったらなんかイギリスっぽいものをもらえたら私も嬉しいなと思って、今回はね、これをチョイスさせてもらいました。じゃじゃーん、はい、ハンパーです。そうそう、ハンパーとは一体なんやねんって感じだと思うんですけど、これなんかイギリスでいうところのお歳暮みたいな感じって言ったらいいのかな。このカゴバッグとか、まあなんかひとしきり箱の中にいろいろお菓子とか紅茶とか、まあ、あの大人の方に向けてやったらシャンパンとかね、そういうのが入ってたりとかするんですよ。で、今回はその中でもあの M 氏にありがとうっていうね思いも込めて、フェンクスって書かれてるあのギフトボックスみたいなのがあったんです。ギフトハンパーがあったので、それをチョイスさせてもらいました。今からそれを開けていきたいと思います。早速開けていきたいと思います。ここにちょっと置きつつ開けましょうか。まず見て、もう夢が詰まってる。ほんまにここベルトになってて、なんていうちゃんとしてる。さすがフォートナム&メイソン。そう、言ってなかった。フォートナム&メイソンのハンパーということで、一応ね、多分フォートナム&メイソン自体は日本にもあるんですけど、本店はイギリスで、もう1700年代とかからかな、もう始まってるこう有名な、お紅茶でも有名し、なんかデパートとしても有名というかね、すごい人気なんですよ。この革なんかな、合皮なんかな、ベルトを開けまして、これバーンっていっちゃうかな、いっちゃいそうよね待って待って、こっちかな、こういう感じよね。開けまして、はい、あ、ちゃんとちゃんとベルトも紐で通ってる。もう早開けんかいってな大事だと思うんですけど、わー、すごーい。こんな感じでちょっと蓋開いちゃってるけど、中にいろいろ詰まってますね。すごいすごいすごい、え、もうかわいい。夢がある、ほんまに。ちょっと蓋が開いちゃってる。これはですね、ピスタチオとクロテッドクリームのビスケット。めっちゃ美味しそう。猿こんな感じ、なんかこんなポーズしてる。え、めっちゃ美味しそう。これと、まあ、蓋開いてましたけど、そしてはい、こちらもビスケットで、ダークチョコレートマカダミアナッツビスケット。カンカンがかっこいい、かっこいい。何デザイン、これも渋い。はい、次待ってましたよ。じゃじゃーん、アールグレーティー。もうね、やっぱりフォートナム&メイソンと言ったらお茶。私イギリスにいる間に多分10から20ぐらいのアフタヌーンティー行ったんですね。その中でもやっぱフォートナム&メイソンのリッチ感というか特別感はね、捨てられないですね、ほんまに。で、中でもコロネーションチキンサンドイッチっていうのがあるんですけど、これはね、他のどのアフタヌーンティーよりも私はフォートナム&メイソンのやつが一番好き。ほんまに一番美味しいと思いました。さあ、そんなお茶と、あ、また続きます。さっきのがアールグレイクラシックで、こっちがアッサム。いや、どっちも美味しいですよね。人気なやつですね、やっぱり。あの、イギリスでアッサムティーとかもすごい人気ですし。おー、食べたかったこれ、嬉しい。チョコレート、はい、シーソルティッドキャラメルトラフルということで、トリュフですね、トリュフチョコ。嬉しいわ、もう本当ありがとう MC。 そして、あ、これが最後かな。
今ねこうやってちょっとごそごそと取り出すだけでもちょっと重いなって思うぐらいの、はい、ジャム。このねストロベリーのジャムめっちゃ美味しいんですよ。そう、あのスコーンにつけて一緒に食べられるように出してくれるんですけどね、美味しかった。ということで計6個入ってました。もう幸せ、ほんまに幸せ。シーソルティッドキャラメルということでチョコレートをいただいて終わりにしたいと思います。あーもうね、まず箱から可愛い。で実はもうフォートナム&メイソンでお土産はいろいろ買ったんですよ。で買ってこういうのを皆さんに配ろうとか誰にこれ渡したいなとかいろいろ考えながら買ってたんですけど、チョコレートだけはねやっぱり私の中でイギリスのチョコレートってめっちゃ美味しいと思ってるし、実はイギリス人ってほんまにチョコレート好きで日本の3、4倍 ?5 倍とかもう年間の消費量が半端じゃないんですよっていうぐらい、なんか困ったことあったらとりあえずチョコ食べようかみたいな、お茶飲もうチョコレート食べようみたいなので、もうセットなぐらいのチョコレート人気は高いので、フォートナム&メイソンのチョコレートも絶対美味しいのは知ってるんですけど、やっぱお土産で渡すのにえチョコレートみたいな感じに思われてしまってもなと思ったから、まあ、結構ビスケットとかショートブレッドって呼ばれるあのイギリスの有名な、まあ、クッキーみたいなやつなんですけどね、それを買っていくことが多くて、チョコレートは気になってたけど実は買えてなかったんですよ。そうだから今回ね満を持していただきたいと思います。かわいい箱からかわいい、あのフォートナム&メイソンの箱というかあのブランドの色がねこういうティファニーブルーみたいなやつめちゃくちゃ可愛いんですよ。で、はい、その中に、あー入ってます、見えますか、あなんかミルクチョコとダークチョコレートがあるのかな、私はミルクが好きやけど、あら裏にもねめっちゃおしゃれ、何これ見えます、Love at first bite ということで、一口目にこうね愛を込めてくれてるところとか優しいですね。じゃあちょっとあのダークチョコレートとミルクチョコレート両方食べたいと思うんですけど、ミルクからいってダークにしようかな。はい、うわーこのねデザインがまあ可愛いというか綺麗ですね、ほんまに。はい、これ中にトローって入ってるんかな、いきます、いただきます。うんうん、うん、入ってました、しっかりと、うん、こんな感じでねとろーっと垂れそうな、でもちゃんとあのしっかり垂れそうやのになんかほんまに滴るっていうよりかはドロッとしてるって感じで嫌じゃない、濃すぎず薄すぎずみたいな絶妙な感じで入ってるし、ここが美味しい、めっちゃ凍え元気が欲しい時、なんか今にもエネルギーが必要なんやっていう時にすごいぴったり、お上品なんですよ味自体は、やけど甘さ、ミルクチョコレートの結構な、まあ、甘みとシーソルティッドキャラメルのあのちょっとしょっぱさもありつつも甘みが結構やっぱキャラメルの分で強かったんで、それがねじわーってくる感じやからこの後運動できそう。はい、では次のダークチョコレートいきたいと思います。だいぶね色が、うん、違うなっていう感じがあって、イギリスはダークチョコレートも人気やけど結構ホワイトチョコレートが人気なんですよ。ホワイトチョコレートのチーズケーキを置いてるお店が結構多くて、もうチーズケーキ好きにとって、しかもチョコレートの中で一番ホワイトチョコ好きかも。ミルクももちろん好きやけど、ミルク、ホワイトチョコ、同率かな？同じぐらい好きやから、ダークはね、結構あんま食べないから、楽しみ、どんな感じか。いただきます。うん。おーうーん、うわ美味しい、よりねソルティッドキャラメルのキャラメルを引き立ててくれるダークチョコレートって感じ。うん、でダークチョコレートも
渋すぎないというか、もちろん苦味もあるし、ミルクチョコレートに比べたら甘さがカットされてるっていう感じで、だけどしっかりとチョコの良さみたいなふんわり香ってくる感じはあるのに、こうねソルティッドキャラメルも引き立ててくれるから、なんか邪魔しないいい役者さん、なんていうの、脇役、名脇役って感じ。ダークチョコレートか。美味しい。わ、これはね、シーソルトキャラメルが入ってることによって、ダークチョコレートってこんな美味しいんやって発見しました。気づかされました。めっちゃ美味しい。シーソルティッドキャラメルのトリュフをいただいてきたんですけども、そろそろお時間でございます。いやもうね、優勝商品をいただけたことがほんまに嬉しい。というのもお気づきの方も多いと思うんですけど、私ゲームそんなに得意じゃないから、ほとんどのゲームね負けてると思うんですよ。最下位にまでいかんくても、え、言ってるかな、最下位の数とか計算したことないからわからないですけど、みんなでねどれぐらいのバランスでこの人が勝ってて、この人がランキングで言うと最下位やったかみたいな、一応ランク付けするとねみたいなのがあるかわからないですけど、多分ね下位なんですよ。下の方やと思う、ほんまにっていうぐらい、なんかあのゲーム好きなんですけど、その場はすごい楽しいんだけど、その場を楽しんで終わっちゃうみたいなことが多かったので、まさかねこんな豪華な優勝商品がいただける日が来るなんて、よかったでございます。ほんまに。なんで引き続きゲームも頑張って次の優勝商品目指して楽しんでいきたいと思います。なので皆さんにもこう楽しんでいただける動画をいっぱいね、届けられるように頑張ります。ということで今回はこの辺で。それじゃあまたね。バイバーイ。ことぶきみなこでした。